蟹市にある大型の真新しい店舗、トイファクトリーという会社のお店です。アウトドアテイストの店内に展示されていたのはバンタイプの車。中を覗くと居住空間が広がっていました。キャンピングカーの販売店なのです。トイファクトリーを率いるのが社長の藤井明文さん46歳。藤井さんがトイファクトリーのキャンピングカーの売りを教えてくれました。こちらの方の、外装の方にですね、ちょっと変わったウィンドウがついているんですけども、取り付けられている窓の方が二重のウィンドウになっております。でこれによって、外からの、暑さ寒さですね、あとは冬場の結露とかを抑えることができます。あとはですね、室内の方なんですけども、表面の方を見ていただくとなかなか分かりづらいところになるんですけども、 H2 ロケットの先端部分に塗られている断熱塗料というんですかね、セラミック塗料が全体に、施工されております。キャンピングカーの中で一番やっぱり辛いことが夏場の暑さであったり冬の寒さであったりするんですね。でそれをいかに抑えるか。そしてこんなところにも太陽光の発電を今採用しております。ソーラーパネル1枚で220ワット発電するものを載せておりまして、従来ですとエンジンから発電したものを予備のバッテリーに蓄電した上で使っていたんですけども、こうしたユーザーに嬉しい装備が支持を集め、トイファクトリーはトヨタのハイエースをベースにしたキャンピングカーで国内シェアトップを獲得。海外4カ国にも販売しています。瑞浪市にあるオートキャンプ場トイの森、トイファクトリーが運営するユーザー専用のキャンプ場です。乾杯！乾杯！平日のこの日、トイファクトリーの社員たちが午後を休みにして集まっていました。その傍らには社員自らが購入した自社のキャンピングカーがずらり。藤井さんたちが3人の子供を抱える社員の車に集まります。子供なんかが長距離乗るときはこっちを前向きにして、後ろにつなげてしまえば足を伸ばして、長距離乗れるんで、結構夜こう移動することとかあって子供が寝ちゃってもあんまりこう無理な体勢で寝ることがないんで、やっぱり親としては楽ですね。一方こちらの社員とは収納についての話に。高さの部分だね。高さの部分が、実際この高さでさ、例えばセカンドのフロア、セカンドのフロアを上げちゃって、その分上げてあげれば後ろの部分がもうちょっと高くなるから、でもっと荷物を入るようにするとかさ。ただもう荷物そうなんですけど、やっぱり寝た時のこの上の空間の広いところがこれいいんですよね。そっかそっかそっか、そうするとここをどうやっていかに使いやすくするか、よりリアルな環境の中で、やっぱり自分たちが使っているような環境の中で話をすることによって、やっぱりその事務所の中では思いつかないような発想が出てきたりとかですね、そういったやっぱりところが一番の狙いかもしれないですね。私たちがやはりキャンピングカーを使うっていうことが、お客様と本当に同じ立場に立って、やっぱり使うことがよりリアルな考え方ができるのかなというふうに思ってですね、やっぱりここでいろんな話をしながら次のプロジェクトが出てくることはやっぱありますね。1995年、当時24歳の若さで藤井さんが創業し、今や国内トップシェアを誇るまでに成長したトイファクトリー。その鍵となった徹底した顧客視点はどのように培われたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。父親がですね、当時建築の内装業をやっておりまして、趣味で自分の車をですね、本当キャンピングカーのもどきみたいなものなんですけども、手作りで作って、旅をしてました。
今もキャンピングカーに乗ってるんですけども、夏はやっぱり暑さが辛かったりとかですね、冬はもう本当身に染みるようなその寒さが辛かったりするってことが一番やっぱり気になりまして、そういったところを何とかならないのかなってですね、改善できないのかなって、実際自分が体験して実際自分の手で、その自分が作っている車を変えていかないと、自分でわからないっていうか自分で納得できないところがすごくたくさんあったんですね。なので、まずは自分の車でそれを作ってみて、で実際家族で旅をしてみて、でその中でやっぱりまだダメだなって思うところもありますし、こんなに変わるんだって思うところもあるんですね。藤井さんが新たな海外戦略の要となる車を紹介してくれました。赤十字マークに診察台、これは僻地などの病院がない地域で医療サービスを提供するための医療回診車。2013年から製造を始めました。東北で起きました 3.11 の地震の際ですね、現地で医師の方が非常に診察をしたりするときに、困られたという声から、思いつきました。完全にその電気が通ってないような僻地ですね、そういったところではやはり発電をしながら、医療機器で使用する電力を補うことができますので、このように現地のニーズをうまく捉えて去年8月アフリカケニアの赤十字社に納入、今後他のアフリカ諸国やアジアにも展開していく考えです。キャンピングカーと同じようにやはり顧客ですね、お客様のニーズだとか要望というものをまず私たちが、いろいろ聞いた上ですね、で改善できるとこうもう少しずつなんですけども、より良いものにより使いやすいものにですね、改善しながら作っていこうと思っております。キャンピングカーなど自動車関連の部品や車両を製造する中小企業は厳しい競争環境にさらされています。板金修理業者や中古車販売店などが競合として多数参入しており、明確な差別化が困難であるためです。ご覧いただいた藤井社長は、利用者として使いづらさを解消したいとの思いから、お客様目線で工夫を凝らし、トップシェアの地位を築き上げることに成功しました。徹底した顧客視点でこだわりの製品を作り上げ、キャンピングカーで楽しむ空間を提案し、世の中で求められる機能を提供し続けてきたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。